こんにちは、こんばんは。本日はドコモがやっとね、2年縛りの解約金を廃止すると。またドコモだけがやってた解約金留保ですね、解約金留保も撤廃するという話をちょっと取り上げていきたいと思います。このホームページはね、 IT メディアのホームページです。では早速ちょっと内容を読んでみたいと思います。 NTT ドコモは9月21日スマートフォン向け通信サービスについて、定期契約を途中で解約した時に発生する解約金を10月1日に廃止すると発表した。すでに提供している定期契約プランは9月30日に新規申し込みを終了する。これですね、解約金と解約金留保、こちらはどちらも撤廃すると、廃止すると。内容をちょっと見てみたいと思います。解約金というのは2019年9月30日までの料金プラン、ここに、まあ、2年契約縛りの解約金1450円、1年契約の解約金3300円というのがあったんですが、これを撤廃。2019年10月1日以降の料金プランには2年契約の解約金1100円っていうのもあったんですが、これも廃止しますと。要は10月1日で解約金っていうやつは過去も含めて廃止されるということですね。これでやっとドコモから縛りが消えて、自分の好きなキャリアに移動したり、シムフリーに移動したり、好きなことができるようになったと。いや、随分いるんじゃないかなと思うんですよね、この2年縛りっていうのに縛られてた人たちがね。まあ私もそうです。もう一つネックがあって、解約金留保ってやつもありました。これドコモだけですね。今までの契約から、例えば新しいプランに変更しても、その今までの2年縛りの期間はね、縛られたまんまで解約金が取られると、やめてしまった場合には解約金が取られるというやつでした。それが解約金留保。これですね、これ今までの契約をしていました。2年契約プランでね。でこの時まで解約金が発生するというプランですね。で途中でプラン変更しても、ここまで本来解約金が発生していたという期間まで解約金が留保されて、途中でやめてもね、新しいプランに変えた後に途中でやめたとしても、ここまでは解約金が取られますよという、これドコモだけの変な決まりがありました。これが解約金留保というやつで、これも私たちユーザーをね、縛ってたやつです。次読みますね。対象はギガホプレミア2年定期5ギガギガライト法人定期など7プラン。ユーザーが定期契約プランから解約金のないプランに乗り換えたとき、当初契約していたプランの満了時期までは解約時に解約金を請求するドコモ独自の施策、これですね、解約金留保も10月1日に廃止すると。
携帯回線の解約金をめぐっては2019年、総務省が携帯事業者に値下げや廃止を求めていた。これを踏まえ、ソフトバンクは解約金を廃止済み、KDDI やドコモはそれぞれ解約金を値下げしたプランの提供を始めていた。このうちドコモは解約金留保についても仕組みを見直す方針を総務省が21年4月に開催した会合で明らかにしていたということですね。今ね、ドコモでも長期契約している利点がね、もうなくなってきていますから、もっとユーザーは自由に乗り換えたり、安い携帯会社に変更したり、SIM フリーを自由に使っていったり、こういう自由度を使える状態にやっとなるということですね。大変素晴らしいことです。10月以降、私も早速契約を変更してみたいと思います。皆さんもね、自分の契約ってやつを見直してみてください。以上です。ありがとうございました。